こんにちは、大和駅の三笠玄山です。はい、今回はですね、もう今誰も知らない人はいないというぐらいね、大活躍中の野球といえばこの人、大谷選手の、この才能開花の手相ということでね、まあ、大谷君がいっぱい持っているその才能がね、どんどん開花するその手相について、お話したいと思います。はい、で皆さんもね、自分の手相を見ながらね、あ、そここういうとこがこうなのかとかね、いう感じで見ていただいて、またお友達とかとね会った時に、こんなんが大谷君のこの才能を開花している要因だよっていうのでね、一緒にみんなでお話ししていただければと思いますので、ぜひ最後までね、ゆっくりとご覧ください。はい、でまずね、意外と知られてないんですけど、大谷君って次男さんなんですよね。お兄ちゃんがいるんです。でそのお兄ちゃんが、まあ、龍太さんって言って6歳上にいるんですが、お兄ちゃんも、まあ、野球をしてはるんですよね。だからまあ野球家族で、お兄ちゃんが野球をしてて、まあ、ちょっと年上だから弟さん一緒にキャッチボールしようよって言われても、その自分ではいっぱいいっぱい走っていっぱいいっぱいこうプレーするわけですね。だから、まあ、他の人よりもどん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 その同じ学年の人としては成長するのが早かったと、まあ、こういうのがよくあるんですけども、こういうのもまあ才能開花の一つの方法なんですね。あと、まあ、彼のね、写真とかこう手を出してるところの写真見ていただいたら分かるんですが、もう指がすごい長いんです。でこういう親指とか人差し指とか中指がバーンと長い人っていうのは、遠くの夢をグッとつかめるっていうのもあるので、すごいそういうね、指が長いっていうのが、まあ、夢をつかむというそういう、隠れたキーワードにもなっています。はい、で3つね、このね、彼の知能線ですね、この知能線っていうのが、まあ普通の人はここからグッといってね、長いのがあるんですけど、意外と短いんですね。でこの半分ぐらいの短い、この知能線、頭脳線っていうのは、どういう意味があるのかというと、まあ、専門職とか職人とかプロっていう意味があります。なのでもう一つこれって決めたら、もうその道だけで生きていく人っていうものがあるので、まあ、大谷君らしいじゃないですか。私は日本二刀流でね、やってもうメジャーに行って大活躍するんだってね、ずっと書いてたから、それをもう彼は実際やってますので、もしこういう、まあ、頭脳線がね短い人っていうのは、何かものを決めたらパッとそれをすると成功しやすいと言われています。はい、で次4つ目が、この生命線ですね。生命線の特徴、長いんですが、長いだけじゃなくて、外側にねシュンシュンっていうこの枝の末線と、この内側にもシュンシュンと強いこう線があるんですね。でこれどういうふうに読み解くかというと、外側の線は、まあ、海外線という形でね、海外で活躍するっていうのが2つ出てるんであれば、まあ、プロ野球選手で活躍して、ひょっとしたら、まあ、指導者とかね、まあ、解説者とか、なんか違うサイドなセカンドビジネスとかで活躍するのかもわからないです。でまたこういう内側にこうキュンキュンって来てるっていうのは、これはまあ先祖からのご加護もあるということなので、まあ、彼がもしお墓参りをしたりとか、そういうのをしてたりとすると、その先祖のね力も働いて、外からの力と内側の力でね、どん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 運が良くなると、そういうすごいいい線なのでね、生命線を強めるという意味もありますし、さらに外から世間様から のそういう応援とか関係性と、ご先祖様からのそういう応援っていうのがあるので、そういうのがしっかりと出てる線ですね。はい、で最後にそのこの火星マスカケ線って言ってね、よくここから一本こうまっすぐ行けばマスカケだからね、成功するんだっていうのがあるんですが、そのマスカケっていうのは徳川家康とかもねあったんですけど、一つ間違えてしまうと、自分が天下取りができるから、周りの人は自分の応援をしてくれて当然なんだと、自分が天下取ることがもうね、その人の願望の一番大きいものになっちゃうので、その周りの人も当然応援してくれみたいな形で、ちょっとこう上から目線になりかけてしまうところがあるんですが、まあ彼の場合は火星なので、こうまっすぐじゃなくて、ちょっとこっちからこっちへこうブリッジのように H の形になってますよね。でまあ最後環状線が上にスッと上がっているので、その応援してくれる、自分のことを支援してくれる人に対しても、ありがとうって、またよろしくねって言って、その感謝する気持ちが出てくるんですね。
だからこういう意味で言うと、その、まあ、彼背は高いですけど、バット折れた時にね、そのボールボーイとかバットボーイにありがとうってこうサンキューってこう渡したりして、まあ、神対応してるってよく言うじゃないですか。で本当にその気持ちの中で自然にそういうことができる感覚の方なんでしょうね。で顔見ても人相がこのちょっと童顔じゃないですか。若い顔してるので、いつまでもその子どものね、そういう好奇心旺盛のね、そういう気持ちで野球を楽しんでると、エンジョイベースボールをしてると。でそれがまあ結果に出てて、ね、たくさん稼げていいじゃないですかという方なんですね。だから健康だし、人のことも思うしっていう形で、で自分の夢も叶えてるしっていうね、そういうまあ素晴らしい手相なので、皆さんもそういうね、何か手相があったら、おこれひょっとしたら僕のもそうなのかなっていうね、ことを見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またこんな勉強会もしてますので、よかったら遊びに来ていただければと思います。そのためにまずちょっとチャンネル登録もね、お願いします。